その日、都内某所に復讐に燃えた映画オタクたちが集まった。仲間みのる、ミステリーとアメリカンハイスクール映画をこよなく愛す彼は、自他ともに認めるジャンル無用の映画鑑賞マシーンだ。ケンタはマーベル映画、いや、MCU を愛してやまないディズニープラス中毒者。最近はトラさんユニバースにもハマっている。マルチユニバース信者である。映画人生 .com の編集者、奈良川薫の2つ目の人格であるタイラー D。フォロワー狙いの映画レビューや宣伝目的のおべっか批評を最も嫌う嘘レビューハンターだ。森陽子、多くの人気脚本家が所属する脚本エージェンシーグリーンライトのやり手エージェントである彼女の理想は5秒に1度のクライマックス。未だその理想を達成できた脚本はない。音村亮、椿亜美、ミハエル・ハネケとダルデンヌ兄弟の狂心的フォロワー。健全な映画鑑賞を妨げる悪のマナー違反を決して許さない正義のオタジャンヌダルク。今日皆様にお集まりいただいたのは他でもない、ネタバレレビューで有名なツイッターアカウント、カイザーソゼは聞いたことありますよね。この前テネットでも問題を起こしてたよね。テネットで？きつっ。テネットってネタバレってほどネタあったっけ？んだぞ。まあテネットに関しては何喋ってもネタバレよね。そうなんだ、厳しいな。あいつフォロワーとかあんまいねえし、ユーザーネーム変えまくっからもうタッチ悪いんだよね。しかもネタバレまんまユーザー名にしてない？してるしてる。オリエント急行のレビューなんか犯人は〇〇だったからな、ユーザー名。あれ MCU でやられたらマジで怒り狂うぜ。で、そのカイザーソゼのアカウントの持ち主が分かったんだ。俺の知り合いの奈良川ってやつが2、3日前小耳に挟んだんだよ。いや、テネット？そんなに難しくないから。わけわかんないだけだよ、あれ。俺なんかいろいろ書いてあるから見てみてよ。カイザーソーゼって名前だから。奈良川はその男を家までつけたんだ。知り合いっていうか同じ人でしょ、奈良川さんとタイラー D って。途中見失わないように肩に白いチョークで N ってマークしといたらしい。家に帰って絶対消すでしょ。よし、乗り込もうぜそいつんち。みんなで押さえつけて首をスパーッと。首スパね、いいね。おいおい、 MCU じゃないんだから。 MCU だけじゃないからね、首スパは。オーメン、インディージョーンズ最後の聖戦、ヘレディタリー。あ、ネタバレ、それこそ。いや、っていうかさすがに首スパやりすぎだと思うんだよね。ネタバレってのは大罪なんだよ。その映画を楽しみにしている者にとっちゃ。そうだとは思いますけど。わかった、まんまやり返すのどう？ネタバレを。おい、おお、おと、じゃねえわ、キューバ。やっぱさ、やめない？ネタバレで復讐なんてさ。はぁ、やめねえよ。そうだよ、カイザーソゼのネタバレレビューのおかげでどんだけ映画台無しにされたと思ってるの。ダルデンヌの午後8時の訪問者返せって言ってやりたいわ。俺のパターソンも。パターソンってネタバレあったっけ？いや、俺が言いたいのはその、直接会ってさ、カイザーソゼにネタバレなんてやめなって言えばいいんじゃないの？
え？え？だって住所わかるんでしょ。行ってみようよ。ネタバレで復讐よりよっぽど生産的だよ。カイザーソゼって話題の映画は最初の土曜の21時からレビューをアップするんだよ。ってことは、やつは18時台の回を見てる。しかも、やつがアップする画像からいつも渋谷の映画館で見てるのは間違いない。今週末、渋谷中の映画館で手分けして待ち伏せして、あいつが来たら、あいつが今から見る映画のネタバレ思いっきりしてやろうぜ。名付けて、タイム泥棒作戦。いいね。いいね、タイム泥棒。でもちょっと待って、その日公開する映画のネタ、どうやってわかるの？それは私が調達しとくわ。候補の作品、全部試写で見られるから。でもさ、俺らがネタバレするってことは、俺らがまだ見てない作品のネタを知らなきゃいけないってこと？あ、じゃあこうするのはどう？陽子さんにネタバレを紙に書いてもらう。それを私たちがカイザーソゼの前に行ってバッと広げる。露出狂スタイルね。あ、まあ、うん。ビートルジューススタイルで。そっち、ビートルジューススタイルで。じゃあ前日までに書いて渡すわ、それぞれに。これから当日の担当映画館を割り当てていく。その前にそれぞれにコードネームをやる。当日はコードネームで呼び合う。カイザーに本名なんか知られたら何されるか分からねえからな。じゃあオスカー受賞俳優の名前をつけていく。ミノルはマイケル・ダグラス。エマ・ストーン。デンゼル・ワシントン。スーザン・サランドン。キューバ・グッディング・ジュニア。俺はブラッド・ピット以上。ちょっと、あ、なんでキューバ・グッディング・ジュニアなんすか？オスカー受賞したからだよ。そうだけど、もっと他にいい人いるじゃないですか。トム・クルーズとか。ノミネート止まりだから、トム・クルーズは。あー、じゃあヒュー・ジャックマンでいいや。ノミネートだけをヒューも。もう誰でもいいんだけどさ、せめてキューバ・グッディング・ジュニアだ。うるせえ、そんなこと言い出してない。みんな好きな俳優がいいとか言い出したのがややこしいんだよ。お前はキューバだ。座れ、キューバ。当日は俺の知り合いの奈良川がカイザーの家を見張る。あいつしかカイザーの顔を知らねえからな。メメンデスカイザー少女って。いや、ほら、ユージュアルサスペクツってカイザーの顔誰もわからないって話だから。奈良館は外出するカイザーを尾行して向かう映画館に当たりをつけ、そこで待機している仲間たちに連絡をする。お前たちはカイザーが来たらカイザーが見る映画のネタバレを書いた紙をパッと広げる。やつの目の前で。そしてやつは思い知る、自分が犯した罪の深さを。あの、あ、これって復讐ですよね。そうだよ、復讐だよ。あの、復讐は復讐を生むだけで虚しい行為だって映画でよく言うじゃないですか。ボーダーラインとか。それ、オールドボーイ、エンドゲーム、メメント、セブン。ほら、こんなにいろんな映画で言われてるのに復讐なんてやめませんか。ああ、でも映画今何やってるっけ。僕、東方シネマズ。あ、今日の終わり。私好きよ、ザ・エージェント。あ、ここだ、そこのマンション。へえ、結構いいとこ住んでんのね、ネタバレ野郎のくせに。あれ、ここ見覚えない？ああ、ってことはもしかして。
よし、撤収。しくしょう、あいつ。やっぱやろう、復讐。やりましょう、復讐。こんなこと。は？何言ってんだよ。復讐なんて不毛じゃない？おい、忘れたのかよ。あいつのツイートのせいでメッセージ楽しめなかったの。いや、覚えてるよ。俺別に SF どうでもいいし。俺は SF 好きなんだよ。だからあいつは許せねえんだ。絶対復讐してやる。おお、ちょっと待って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 、やめよ。どけや。お前早く行けよ。お前が行け。早く。くそ。悪い、見失った。ねえ、ミドルに電話して聞いてみようか、向こうに来たかどうか。向こうに来てたらこっちの電話取れないでしょ。そうだけど。それにマイケル・ダグラスでしょ。ああ、そうか。来た。え、やっぱやめようよ。不毛だよ。復讐は復讐を生むんだよ。じゃあ私だけで行く。髪。あ、ミノル、あ、じゃなくてマイケル・ダグラス。本当にあった。らしいんだよね。本当？いや、噂だよ、噂。できなかったか。だってむちゃむちゃ楽しそうだったんだもん。まあそうだよな。普通できねえよ、ネタバレなんて。俺だってできねえと思ったもん。できたら鬼だよ。鬼になりたかったのに。まあいいよ、映画でも行こうぜ。あ、今からならカイザーが見るやつ間に合うかも。お、いいじゃん。行こうぜ。